国際スタイリングカウンセラー協会の沢木優子です。もうこの気温差どうしましょうか。昨日はすっごい暖かかったです。春のような陽気なのに今日はこんなに寒い。この気温差で私たちの心身もう自律神経がねちょっとおかしくなってしまいそうですが、こうして三寒四温春を迎えていくわけですね。でお洋服でやっぱり調整しなければいけません。今日は温度差気温に対して洋服をアレンジしていくコーデしていくっていうのをお伝えしたいなと思っています。まずですね、0度から6度、これはしっかりとインナーを着て、あったかいインナーですね、ヒートテックとかインナーを着て、セーターを着て、そしてもう一枚ベストとかを羽織って、アウターを着て、その上に手袋、マフラー、帽子っていうのが必要になります。そして7度から15度は厚手のアウター、もしくは着物トレーナー、それに薄手のブルゾンやトレンチコートを合わせるといいと思います。で16度から20度ぐらいはいよいよ重ね着が楽しめるシーズンになってきます。 T シャツにカーディガンを羽織ったり薄手のアウターを羽織ったり、そんな感じで春を楽しむ気温っていうことになります。そしていよいよ21度から25度ぐらいになったら、このような半袖のブラウスやシャツ1枚で出かけられるようになるということです。
さあ今日の気温によるコーディネート例いかがだったでしょうか。やはり、まあ、お洋服はおしゃれファッションアイテムでもありますが、防寒対策とか体を守るアイテムですよね、もともと。なので楽しくファッションを楽しんで、着るを楽しんで、そして防寒対策、自律神経を整えるには洋服でいろいろコーデして体を守るっていうことも大切だなと思ってお伝えしました。もし今日の動画が参考になりましたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現をする、ファッションを楽しもうをこれからも提案していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。